どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。2022年もクソお世話になりました。動画を見てくださった全ての視聴者様に感謝をいたします。ということで、毎年恒例の年末特別編、敗北シーン総集編、やっていきたいと思います。参りましょう。皆さん、今年も対戦ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。そしてシモッチによる副作用を発動。さあ、残機の用意はできてるか。応急の遅れ。うわあ、やばい。うわあ、うわあ、うわあ、全部バリバリってなったぞ。助けてくれお母さん。うわあ、サレンダー、サレンダーに俺は5000万ペリカをかけるぜ。残念だったな。いや、やっぱりね、皆さん、一個言えることはね、ラー玉入れよ。懺悔の用意はできてるか。うん、そしてヘルテンペストの効果発動。お前のデッキに存在する全てのモンスターを除外さし、やばい、19枚、まずい。やばい、ちょっと待って、あ、調子乗ったね。残り4枚残っちゃったね。ちょっと待って。あれ、やばい、これやったわ。もっとお前モンスター入れろよ。何お前魔法トラップそんないっぱい入れてんだ。デッキ破壊デッキ使ってね、自分がデッキ破壊されて負けるってマジ。いや本当に許さないからな、マジで。お前は、お前のことは絶対に許さねえ。俺はブラックフェザー、精鋭のゼプロスの効果を発動。精鋭のゼプロスの効果を発動。精鋭のゼプロスの効果を発動。精鋭のゼプロスの効果で墓地から特殊召喚。え？あ。あ？え？あ、そういうこと？あ、そういうこと？だからレベル2にしたの？パワーオンフェローズってこと？あ、なるほど。スクラップピスト！まずい。あのカードを適用されたらバトルフェル中に効果を発動することができなくなる。そして戦闘ダメージが倍になる。やばい。やばい、俺はまだグラベルインフィニティ、まずいぞ。アルティメットスクラップフィストが飛んでくる。勘弁してくれ。うわ、やめろ、そんなことしてはいけない。なんだ俺。うわ。38,400ってなんだよ。くそ、許さんぞ不動優勢。自分の墓地のナンバーズを対象にとって、相手エンドフェーズまでこのカードはそのモンスターの元々のカード名と効果と同じカード名効果を得る。あ、へえ、なるほど。何コピーしたのこれ。ヒロイックチャンピオンロングオミアント。え？こいつエセロンゴミアントじゃん。お前、これ墓荒れで無効にしたら除外できる説ある？もしかして。ちょっ
っとやってみるか。でこれさ、ワンチャンあるんじゃないこれ。でこれこいつ除外したらもうこいつ向こうが無効になるじゃないですかね。あれ、あなってない。コラミふざけんなマジで。なんでこんなカード知ったんだお前。おい聞いてんのかコラミ、おい、おかしいだろ、おかしいだろ。ちょっと待って、マジであの偽物のんごみやっとマジで誰やねん。やばいやばい、なんか悪夢の拷問部屋とかいうのが謎のカード2枚も発動してのやばそうじゃね。これもしかしてさ、これバーン全振りトリックスターみたいな感じ。やば、まんじゅしか3体はやばい。死ぬ死ぬ死ぬ、痛い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 。何このチェーン12ってどういうこと。いったやばいやばいやばい。ちょ右見て、カオスソルジャーさん、カオスソルジャーさん300ダメージ与えられすぎ。みちょ右のなんかそのなんかそのポップアップみたいなやつやばいって、これやばいって。残りライフあと800しかないって、嘘。オブザイヤー受賞できそう。まあディナイアルなんかレベル6以上の やめろやめろ、そんなことをしてはいけない。うん、プレデターブロンズだ、やばい、2体マスカレードが、うわマスカレード。これは厳しい、非常に厳しいだ。うわーうっそ、そんなわからん、そんなわからん、助けて。うわどうもすいませんでした。オーバーレイイーターの効果、まあ一応これ3回は発動できるな。全然知らん方法でゴーストレックの打点値の素材が増えてる。この方がゴーチさんの場合、自分のフィールド上の、わから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 、誰誰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 、あれと誰。この方の特殊な成功した場合、除外されている自分のモンスターの中から8連続モンスター含むモンスター2体を対象として、そのモンスターを墓地に戻す。何何オーバーレイイーター再利用だと、まずい、何あっ、ハッピーハロウィン。リバースリユースの効果により、墓地のモンスターリバースモンスター2体をお前のフィールド上に特殊召喚する。これによってカオスポットの大スポットをお前のフィールド上に特殊召喚、そしてさらにその効果に遅延し召喚制限モードするモンスターの効果、さらにその効果に遅延しデタラメの効果も発動。いけー、うおー、大スポットの効果6 1、え1、じゃあ俺のデメを操作するしかないのか。6、もう一回振り直そうぜ。6、バカな幻獣機アウロドンにはレベルがない。何、レベルがないということはレベルゼロということではないのか。うわレベルがないということはレベルがゼロということではないのか。バカな、なんだこのモンスターは。スターダストドラゴン、なになに、スターダストドラゴンとノミラシンクロ、バカな、これ集いし夢の結晶のやつ、これえ、これ集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開くみたいな。うえゼロ枚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 中段ゼロ枚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 
え？ゴーレンダーバッバカラン合計5回の連続攻撃だぞ。うわコーストにし融合召喚を行う。現れよデスウイルスドラゴン。デスウイルスドラゴンの効果発動。相手のフィールドの強え、めっちゃ破壊した。あ、破壊しちゃいけないカードめっちゃ破壊したこいつらなんだろう、これ十二獅子神竜か。やばい、ネフティスとかいうやばいカード入ってるぞおい、やばいぞやばいぞ。破壊されたら全部効果起動するぞこいつら。デスウイルスドラゴンめちゃくちゃ恨めった、死ぬほど恨めった。先行デスウイルス最強ではない。俺魔法カードやと思うわ。魔法カード正解、大正解。うわー、大逆転クイズ大成功はぜまった。お前誰や。このカードを手を出してで発動できる。このターン自分が受ける効果ダメージはゼロになる。刃物バリアウェイフォースかもしんないぞ。このカードは刃物バリアかもしんないぞ。刃物、うわーどうもすみませんでした。なのでルーの肩身が狭いっていうなんか嫌われすぎて環境メタがめっちゃ回ってる。そんなカード入ってんの、嘘嘘。いや、ルーンメタメタルーンってこれちょっと待って、これだって俺トラップカードデッキなんだもん、無理なんだけど。ああやばいやばい、俺はルーンをメタってたはずだぞ。俺はルーンをメタってたはずだ。待って、俺がメタられているんだ。やばいことが起きてる。嘘昔すぎて見たの。K2 デスシザー、誰やお前、誰やねん。このカードが戦闘によって破壊し墓地を送った場合に発動、破壊したモンスターのレベル変えて500ポイントのダメージを相手に与える。やばやば、レベル10なんだけど、レベル10やばない、レベル10やば、ミニマムガッツ。え、待って、これライフかなったら死ぬな。ちょ、ガチでこいつ誰？行った。行った。え？え？嘘。さあ、なんかできるもんならしてみろよバカ誰が。これが遊戯王だ。これがどうやら理解したらそうだ。これが遊戯王マスターデュエルだ。サレンダーでもするんだな。バカタレがサレンダーまで5、4、え？え？え？は？は？チキンレース効果1枚ドローで、ナリキンゴブリン、うまた、いや、ドロバどんだけ多い、ちょ無理だって、ドロバマジでやめて。いや、まだいける、まだワンキル取らなければ全然可能性はある。諦めたらそこで試合終了だ。諦めるな、安西先生は言っていた。諦めたらそこで試合終了ですよと。まあ、一応強欲なつもっていいな、強欲なつもってで2枚ドローしてオッケー。
外に行くか。